どうしよう、今日は白金高輪と渋谷じゃない原宿だけど、電車で行こうか自転車で行こうか迷ってます。今白金高輪です。結局歩くことにしました。着いた、こちらです。久しぶり。いやめっちゃかっこよかった。原宿にこれから向かいます。たまたまダイアログインザダークの前にバス停がついたんで一応行ってみましたけど、金土日だけだっていうことです。こちらですね、ダイアログインザダーク。これでもう設定完了なんですか？これで、ええ、もう、ゲット。音見えるみたいな。音見えるはず。で、これがカバーになるんで、ええ、かけていただいて、調整された状態じゃないと、見えないですよね。かけちゃって、ええ、裸眼だと何も見えないです、多分。ここで押すと、引けるわけですね。ああ、なるほど。下のところで、ちょっとこの、ああ、なるほど。まあ、液晶の調整ができる。メガネしててもプレステは全然問題なくいける、全く問題ない。これもともとついてるんですか？付属品として買ったやつですね。あ、なるほどね。女性だとメイクとかが、ああ、なるほど。あと、まあ、男性とかでも油がね、はい、なるほど。あ、ここってことですね。これね、こういうことか。あ、この四角の中に証明写真みたいに入ればいいんだね、これ本当はね。これから五反田で、海マラソンでご一緒だった、もうすごく尊敬する方にお会いします。ちょっとだけで、すぐまた家帰ります。夜は本当はあんまり出ないんですけど、今日は特別。さて、8時24分帰ります。9時には帰れるかな。Yeah.